2008年にドイツのドレスデンで開かれたオリンピアードにて、ズデンコ・ココジュルはクロアチアのチェス選手。2006年度の欧州王者。現在のボスニア・ヘルツェゴビナ北西部にあたる B8 に生まれた。1989年に国際チェス連盟からグランドマスターのタイトルを与えられ、1989年と1990年のユーゴスラビア選手権で2年連続優勝。 1990年にノビサドで開かれたチェスオリンピアードにユーゴスラビア代表として出場し、同チームの銅メダル獲得に寄与した。ユーゴスラビア解体後は1992年のオリンピアードにのみ、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として出場したが、1993年に自らのルーツがあるクロアチアに移り、以来クロアチア代表としてプレーしている。1995年に、 ザダルで開かれたオープントーナメントや1999年の第4回のバゴリツオープン、2003年にマリボルで開かれた第11回バシャピルツ記念で優勝した。2004年にリビアのトリポリで開かれた世界チェス選手権ではブルガリアのベゼリントパロフを破りベスト16入りした。2006年にトルコのクシャダスで開かれた欧州チェス個人選手権でも優勝した。 色レーティングの過去最高値は2004年10月に記録した2640で2009年11月、現在のレーティングもクロアチア人では最高の2604である。ありがとうございます。